痛風になったみたいでね、どうも。痛風？最近ちょっとご無沙汰して、え？いや、ええのん食べてへんねんけどね、なんか、なんやろうね、僕だからその脂っこいものとかも基本食べへんしね、どっちかというと、こう、だ、あと、なんやろうね。うん、ほんで僕超えてへんでしょ、ガリガリでしょ、食事が偏るとか、なんかいろいろあるんでしょうね、なんかこうそのねえ、僕の周りの通報のやつって大体百貫デブみたいなやつばっかりやからね、僕は絶対にねえ、なんかいろいろあるんでしょうね、僕とは無縁やと思ってんけどね、そのあんまり脂っこいもん嫌いやし、基本はね、なんか甘いもんも食べへんしね、とかそういう、うん、ねえ、まあ、体調、まあまあ、遺伝的なもんもあるやろしね、いろんなことがね、ありますからね、いやちょっと分からんけど、でもまあね、まあまあ、うん、世間一般で言われるようなね、なんかこう贅沢な食事してるとかいうのは一切ないからね、それは、うん、それは全然ないからね、まあ、肉でも食えへんからね、あの言うたら焼肉屋行っても僕はあの言うたら あのあれしか食えへんからね、あの何その何だっけ、あの白いやつ、あのねね、えホルモンのあのミノートね、ミノートタンしか食えへんからね、それ以外食えへんからね、うん、僕の周りの痛風になるやつなんかもう脂っこいなんかこうそのなんかあの それこそほんまこうね、油の乗った赤身が好きなやつばっかりやからね、あね、まあただ一つ言えるのは、僕はあのプリン体とかどうのこうの言いません、あんなんて僕ビールオンリーでずっと来てたから、この十数何十年かだから、まあ、それはねあるかなと思うけど、原因としてはビールしか飲めへんっていうね、もうビール今ちょっとやめてるけどね、その痛風とかいうような感じになってきて、はい、すいません、
なんでサンちゃんのやつの彼。昔から知ってんねん。昔にはまだ分かんねん。私の友達でよく来とったから、うん、熊本ラーメン食べました。うん、いつも熊本、親子みんな熊本。逆に。
深夜番組でやったポンポンです。